極太のオリジナルポーズ考えたんだけどさ、うん、これ何見える？ああ金玉かな。これガチかもしれない。ワニレックスのレックスを見ます。こっちはパーク立ち入り禁止なので極太の見解としてどういうことやそうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太のアヤメとコウスケです。こちらです。今回はですね、2022年最新予言ご紹介していきます。よっ。あ、いいじゃん。なんか都市伝説っぽいじゃん。これ意味なんだ？金玉。最低だって。これ平和って意味です、ね。平和って意味だ。本当に。俺が作りました。ふざけんね。これ意味平和です。平和。はい、いいっすね。平和ポーズ。とうとう宗教人生。宗教人危ないな。やっぱ、そうやって10万人をこう、だんだんそういう風に。危な。ということで、2022年の予言なんですけども、うん、予言者コウスケ的には、2022年何が起こるんですか？これ大変なこと起きますよ。やっぱりか。すんごいですよ。すごい。まだね、みんながね、想像してないこと、多々起きます。マジで。正直。どうなっちゃうんですか？もうね、えげつない。出てこねえな。すんごいですから。就職後しかないよ。びっちゃびちゃ本当にびっちゃびちゃびっちゃびちゃすんごい洪水かな。チュグチュですからぐっちょぐっちょぐちゅぐちゅですから気象化現象ぬっちゅぬっちゅですぬっちゅ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 なんだもう未来はねもうすぐそこまでぬぷぷぷぷですからセックス本当にセックスすっごいですよ。ということで今回は2022年の最新要件ご紹介していきます。まずはじめがですね、ノストラダムスです。ダムスちゃんね。1999年、世界が滅亡するみたいなのを大外れでした人なんですけど。めっちゃそれでね、自殺とかしちゃった、しましたね。そうね、なんかあったよね、仕事辞めちゃうとか、うんまあ。っていうぐらいの人なんだけど、もともとはすごい当ててる人なんです、実は。例えば、第一次世界大戦とか、第二次世界大戦とか、ロシア革命とか、当ててるんですよ。だからまあ、外してるのもあるけど、当ててるのもあるよっていう人なんだけど、はい、そんなノストラダムスが2022年、何を予言していたのか。まず一つ目はですね、空から地球に何かが降ってくると予言してるんですね。曖昧だな。でこれ何なのかっていう話じゃないですか。今言われてるのは小惑星です、はあ、隕石っすね。これNASA も言ってるらしくて、うん、NASA は2029年に小惑星とニアミスしますっていう風にまあこれ予言というか科学的に出してるんだけどそういう感じで小惑星がもしかしたら降ってくるんじゃないかなっていう、うんなるほど、うん、まあ地球滅亡するレベルかは分からないですけどまあ何らかしろちょっとコンタクトする可能性があるそうなんですよ、まあ、ちょっとですね話の故障おるんですけどそもそもこいつ99年、うん、世界終わるって言ったのに、うん、21年の何予想してんだって今ちょっとね純粋に思いましたけどねでは次の予言です。あれ次がですね、はい、戦争です。ノストラダムスっていうのは星の動きで予言してるんですね。だから、はい、いつかっていうのは分からないんだけど2022年、まあ、おそらく春頃戦争が起きると。どういう戦争かっていうと、まあ、安心してください、うん、日本は巻き込まれません。ヨーロッパでしかも主にフランスで行われる戦争らしくて、うん、起きてほしくないですね、うん、中国でインターネットはもう政府の管理下じゃないと閲覧できないようにするっていう法案が通ったか通りそうなのか。北朝鮮じゃん。そう、もう朝鮮化しようとしてる。社会主義怖っ。でなんかそれで言われてんのはそんなことをするってことはもしかしたら中国は戦争の準備をしてるんじゃないかみたいな。え、都市伝説系 YouTuber の方ですか？都市伝説 YouTuber の人です。知らなかったっていう話も出てますから。なるほど、ちょっと怖いっすね。ノストラダムス云々は置いといてもしかしたらちょっとすごい怖い、そろそろやばいかもしれないですよ。次がですね、インフレ、そして飢餓です。ノストラダムス、こう言ってます。学ぶべき大修道委員長、修道士、修行僧はいない。蜂蜜の値段はろうそくよりもはるかに高い。小麦の価格も高いため、その男は突き動かされる。男の仲間たちは彼の絶望の中、わずかな食べ物を口にする。何言ってんだよ。まあ、わかりやすく言うと、物価高くなるよ。飯食えなくなるよっていうことなんですよ。俺でも言えるし。まあね、今、ガソリンの値段とかめちゃくちゃ高くなってたりとかするじゃないですか。そうだね。まあそんな風にあらゆるものの価格が上がるかもしれない予言なんですよ。ずるいね予言者かもしれないっていう。当たんなかったら当たんなかったでね何食わぬ顔で言うんだろうな。そう、まあ、厳密に言うとこれは外れてもないですねみたいなこと言う。そうですね。クズです。次がですね、気候変動です。実はノストラダムス1500年代の時点で海面上昇を予言してるんですよ。それはまあ今見れば分かると思うんだけど当たってて、で2022年は気候変動がさらにおかしくなってくるという風に予言してるんですね。まあ少なからずこいつは頭良かったかもな。そうかもね、うん、推察する能力が高かったかも
しれない。まあ、あと数打ち当たるかで、多分世界で一番数打ってる。数打ってます、ね、一番銃を撃った人なんで、うん、それ当たるよねっていう話なんだけど、一応ね頭の隅に入れとく、入れとく必要もないですけどまあこういった予言もありますよ、ね、予言もありますよ、ね、はい、次がですね、はい、AI です。なんとノストラダムス500年も前に AI 人工知能を予言していたらしいんですよ。本当にですか？こう言いましたノストラダムス、はい、夜高い山の上にかかる満月、ちょっとここいらなかったですやらないのか孤高の頭脳を持つ新たな賢者がそれを見る。不死となった弟子たちによって視線を南へ向け、胸に手を当て体は火に包まれる。こう言ってるんですけど、まあ、この孤高の頭脳、これがおそらく AI を表していると思うんですけど、2022年 AI が人間を侵食する、そんな世界が僕たちを待っているのかもしれません。気づいたことが一つあります。何でしょう？ノストラダムスいじってるやつらがいますねだって言ってないもん、一つも AI だな、こじつけにも程があると。ここの図のこれは AI でしょ、いじられてるよもう多分ノストラダムス一つも言ってないですからね。恐ろしい予言ですね、我々人間からしたら。全然抽象な言葉言ってれば俺らも予言者になれるってことですよね。そういうことですよ。孤高の穴が大きな瓶を包むでしょうって。次予言じゃない、本当にいる人じゃん。どういうことアナルに瓶入れちゃった人が何人もいたじゃん今まで。皆さん、あの極太のおまけ都市伝説コーナーでこういったニュースを取り扱ってます、たまには見てみてください。次がですね、イルミナティカードの予言になります。これはまたノストラダムスとはちょっと別枠ですね。そうですね、あの嘘つきとはまた別なんですけども、上が言っちゃダメだこちらの画像を見てください、はい、このバンクマネージャーという銀行合併っていうカードなんですけど、うん、魚がいまして、そこにお金のマークが描かれているんですね。で、まあ、食物連鎖のような状況になってまして、まあ、一番左にすげえでかい魚が円の魚をこう食べようとしてるっていう感じなんだけど、はいはい、これ何を表してるかっていうと、うん、新たな通貨が世界の基礎通貨になるっていうのを表してるんですよ、はいはい、でこの画像を見ればわかるんだけど、一番でかい魚の目が、あーフリーメイソン、はい、三角になってるんですね。これ何を表してるかって、ちょっと衝撃的なんですけど、仮想通貨が各国の通貨より価値が高くなるっていう。うんうん、確かに今そういう分岐点にいそうっちゃそう。そうだよね、なんか伸びてますし、ビットコインとかね。そう、もう聞いた時もないの、ね、いっぱいありますもんね、うん、でもしかしたら今年普通にビットコインとかを使うようになるかもしれない。あ、俺たちはもう普通に普通にペイペイ、ラインペイみたいな感覚で。まあでもだいぶペイペイとかもうなんか市民権得てるもんね、送金とかあるらしいもん。そうだよね、うん、結構いろんな人使ってるんで、うん、今はそれ日本円で使ってますけど、もしかしたらビットコインなり他の仮想通貨なりを利用するようになるかもしれない。これはでも間違いなくそうなんじゃない、なんかなりそう、うん、いやわかんないな、でももう全然わかんない。デジタルになっていくよ何でも。そうか、うん、本当に俺だって使わないもん現金、カードばっか切ってるよ。そうだよね、だから多分いずれそうなっていくんじゃないかな、そう、ね、そうで実際に中国がデジタル人民元っていう仮想通貨作って、それを中国人に使わせ始めてんだよ。やっぱ中国だよ、政府の力が強いじゃん。そうだね、こうしますって言ったらガッて、そう一気にいけるからね。そう、戦争しようとしてますよやっぱ。いやいや、ちょっと待って、ほらもうそんなことない、戦争ですこれは。そんなことはないと思う。やります、いや、うん、いや危ないっすよ、そのあれは。やばいっす、知らないっすけどそんなことはないと思うんですけど、はい、中国そして仮想通貨2022年世界を変えてしまうかもしれません。極太ダイナマイトってことで以上、2022年の予言でした。もしかしたら私たちは渦中にいるのかもしれません、うん、そうだね、来ますよ新たな時代が。間違いなく時代が変わろうとしています。あら、すぐそこまでもう来てるんです。ありとあらゆる宗教、国、団体、すべての力が合わさり合う一つになる時代が来ています。いや無理だよ、お前が席になるのは。ダメ、なれない、なれない、なれない、席には、席にはお前はなれない。ちょ、この2022年の予言当たるかどうか、極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。この動画をやろうと思った時、すでに見解は実は決まっていました。これはですね、当たるかもしれません。言えるんだって一番雑魚なんだって。だったら起きないですって言ってほしいよ。当たるかもしれません本当にいい加減にしろよ。フラッフラしたチャンネルだよ。毒にも薬にもならないチャンネルがあったっていいじゃない。以上、極太ダイナマイトでした。極太のおまけ都市伝説コーナーよ。
いや、2022年の予言やってきましたけど、うん、まあ、恐ろしいものもたくさんありましたよね。うん、ありました、まあ、予言なんでね、当たるか分かんないですけど、今回は実際に起きてしまったニュースのコーナーです。ああ、予言ではなくもう事実だと。事実です。なるほど。まずはこちらの画像をご覧ください。どうぞ。意外にしろよ、おい、ふざけるなって。これ肛門だろ。おい、怖い。肛門だろ、これ。肛門ニュースじゃねえかよ。肛門ニュースです。需要ねえんだって。ないの？存在するわけないだろ。都市伝説の予言見に来た層が最後のおまけ都市伝説コーナー、肛門ニュースってなんだよ。肛門ニュースのコーナー、本当におまけやん。今回はですね、デオドラントスプレーです。消臭しようとしたんかな。あ、まさに23歳の男性がですね、うん、あそこの匂いを消そうとして間違えてスプレーを入れてしまった。なんかバカだよ。もう俺らと同い年みたいなもんじゃん。何やってんだよ、23人も。間違えたんだろうね。間違えるわけねえ。入れちゃった、シューってやるんだった、間違えて入っちゃったっていうことなんですよ、ね、終わりです。日本かどうか分かりませんが、おそらく日本ですよ、これは。気持ちいいのかな。お前全然さ、分かんないんだけど、うん、やるたび肛門にちょっと快楽をさ。相当気持ちいいっていうことなのかな。試してみればいいじゃん。いや、怖いよ。お店行ってきなよ。行ってみるか、うん、やってみようかな。前立腺開発してもらってね、戻れなくなるんじゃない。ね、戻れなくなっちゃう。やだよ俺。救急車で運ばれてる人みんな。そうだよね。でも俺も言います、ちゃんと言います、間違えて入ってしまったと。格好つけるなよ。もう特になりません。肛門ニュースいりません。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。